さてこんにちは、アイロンです。今回ね、プレイしていくのはこちらのタイトル、ステートオブディケイ。日本語に訳すとね、まあ、なんだろう、腐敗の州とかね、まあ、腐った州とか、そういう意味合いの、ゲームでですね、まあ、どんなゲームかっていうと、グランドセフトオートみたいな感じのオープンワールドの世界で、ゾンビを倒しながらサバイバルするという、ゾンビサバイバルホラーものになってますね。でこちらのゲームですね、リリースが2013年のリリースで、最初の Xbox のライブアーケードでリリースされてたんですけど、で後にね、PC でリリースされることになるんですけども、日本だとね、発売がされてないんですね。すごく評判がいいにもかかわらず、日本には発売がされてないと。で、まあ、俗に言う、おまぐにゲーですね。お前の国には売ってやんねえよゲームなんですけども、今回ね、Steam からこう、ダウンロードして、だと日本語化字幕モッドが今だと存在しているので、このね、日本語化字幕モッドをかませて、あといくつかのね、最適化モッド、これを入れた状態で遊んでいきます。で、ビデオ設定は、グラフィックウルトラですね。で、解像度はこのフル HD から上はいきませんという感じですね。で、早速新しくゲームを開始していきましょう。なんなんだよクソ。エド。待ってる、今行く。X で攻撃、B で回避。早速このなんかボコボコタイムから始まって。生き残れ、大丈夫か。サイコ野郎の一人が俺に噛みつこうとしやがった。レンジャーステーション。Maybe we can find some help there. ヒント、LB 長押しで走れ、A でジャンプおよび登ることができると。Beats me. Incoming. 来るぞ。ヒント LB プラス Y で倒れた敵にとどめを刺せると。でですね、まあ、マップの左下にミニマップがあるんですけど、マップの左側にある青いバー、これがスタミナっぽいですね。でおそらく右のバーが、赤いバーが体力メーターと、B を長押しでしゃがんで見つかりにくくする。隠れてる状態で LB プラス Y を押すと、ゾンビを簡単に、なんだよ、あ、殺せるんだ。ジャーナルに新たなイベントが追加された。十字キーの上で見れるみたいですね。コントローラーに、あの Xbox360 のコントローラーに対応しているので、まあ、箱子をね、持ってる方がいればそのまま使えると、遊べますよという感じですね。で、まあ、こうキャラクターとあとインベントリーですね。何を持ってるかで、棒が損傷してるのか、殴るとこうダメージを、棒が傷んでいくみたいですね。武器にこう劣化の概念があると。でサバイバルレクチャースペシャルテクニック、ここら辺はなんだろう、こう、プレイしてる間に徐々にこう、アンロックされていく感じかな。で、ミッションですね。今これか、ファインドヘルプ。外は安全じゃないので、レンジャーステーションにたどり着きたいということですね。で、レンジャーステーションがあそこにあると。でですね、その前にちょっと軽く、ですね、ゲームの説明を見ていきましょう。まだどんなゲームかね、わかんない方も多いと思うので。まず遊び方ですね。まあ、これ、じっくり読みたい方はね、一時停止して読んでくださると嬉しいんですけど、リアルタイムに変化するオープンサンドボックスワールドですね。Steam とかだとね、そうだな、なんだろう、7 Days to Die とか、まあ、あと Daisy とか、まあ、ああいう系統のゾンビゲームですね。で、時間がですね、リアルタイムでこう流れてくるらしいんですよね。プレイヤーがやってない間も時間が流れていくみたいな。で、2ページ目。ホームベースの手入れはジャーナルから行いましょう。で、ジャーナルでは、バイタリティ、スタミナ、持ち物、スキル、現在の状態、興味深い特徴をはじめとした、コミュニティメンバーの状態を見ることができます。
で、施設のこうアップグレードとかもできるみたいですね。固有の設置済み設備を邪魔に感じたり部屋を広くしたい場合は希望に合った新しい住処を、まあ、探しに出かけましょうと。で、資材の備蓄量がコミュニティの士気にダイレクトに反映される。低い士気は好ましくない結果へと通じていきます。探索行動。まあさっきのあんな感じですね。しゃがんだ状態で植え込みに隠れるとさらにステルス効果が高まると。で、ステルス中はゾンビに致命の一撃を加えることができる。で、 Y ボタンでドアの開閉で、 RT とボタンで感情表現ができると。で、戦闘戦うより慣れましょう。で、 LB プラス Y でゾンビを突き放したり壁に押し付けたりとできると。で、車、車も限られた物資です。ピカピカの状態を保つためホームに持ち帰ってワークショップで修理しましょう。で、修復不可能のダメージを受けるとお釈迦になりますと。廃車になってしまうんですね。で、ミッション、マップに目を光らせラジオから流れる新しいミッションを逃さないようにしましょう。ラジオか。で、ゾンビとは違い仲間たちは休息する必要がありますと。で、バイタリティやスタミナが低下した場合は一旦ホームに引き返し、休息しましょうと。この一旦の1が数字の1になってるのが面白いな。あの縦線の1、漢字じゃないんだっていう。で、影響力。このゾンビアポカリプス後の世界において、現金はもはや重要ではない。なるほど。まあこういう感じですね。で、コントロール見ていきましょう。こういう感じになってます。まあ、よく見たい方は一時停止して見てってください。で、フラッシュライトがデフォルトでも持ってるみたいですね。しかしなんだろう、自分ね、今年なんか1月2月あたりですか、なんか妙にゾンビゲーばっかやってますね。あのバイオハザードリベレーションズも PC 版やってるし、で、今度リベレーションズ2出るし、あとダイイングライトですね。1月30日27日か、海外で発売のダイイングライト、あれもゾンビものですし、で、同じメーカーかから開発はね、なんか若干違うらしいんですけど、あの春にデッドアイランド2もね、出ますからね。一体何が起こってんだ。想定しているより深刻な事態だ。私はここで怪我人を見なければならない。Okay, we'll see what we can do. We will? I appreciate it. There's a water tower out back. 裏にキャンプ場を一望できるウォータータワーがある。まずそれに登って周囲を見渡すといい。We've got some supplies in the locker over there. ロッカーから必要なものを持ってってくださいよと。ありがとう。で、Y ボタンでアイテムを確認と。これか。バットですね。あと、ペインキラー。痛みを緩和するが深刻な怪我には効果がない。で、コミュニティを形成した十字キー上を押してジャーナルを見ましょうと。で、コミュニティを形成するとこういう風に仲間が出てくるわけですね。で、状態が見れると、肋骨にこのお姉さんはおじさんか、ひびが入ってると。変人、歴史家で、古美術品が趣味で、下にこう得意分野があるんですね。リサーチとかフォーディングで、シューティングとファイティングはあんまりうまくないと。なんだこれ、リアリティショートリビアってなんだ。雑学を披露するってこと？よくわかんないけど。で、Y ボタンでバリケードを築くことができる。で、ヒント、 RT でキャラクターの名前を確認したり感情表現を表すことができると。有効的態度、イエーイ。だ、こういう感じですね。で、現在のミッションが、ウォータータワーに登って辺りを確認するのと、生存者や物資を見つけるためキャビンを調べろ。で、近いこっちに先に行きましょう。こっちはね、ダッシュがね、 LB に設定されてるのがちょっとなんか戸惑うな。Good sight lines up there. LB 長押しではしごの、上下が速くなると。
で、LT ホールドして辺りを調査しましょう。あれか。キャンプ場、キャンプ場、キャンプ場。で、左にメーターが溜まってってるんで、まああれが満タンになるまでかな。キャビン、キャビンに、キャビンに、キャンプ場。サプライズストア、車。待って、あれか。Guess that's all there is to see. You hear that? さあ、これで、調査完了と。Yeah. Guess we're not the only ones having a bad day. なんか銃声が聞こえますね。待って。よし。そったら、ですね、こっちか。銃声の発生場所を調査しろ。あとこっちですね。生存者や物資を見つけるためキャビンを調べろ。こっち行こう。そこですね。キャビンを捜索。こいつ生きてんだろう、こいつ生きてんだろう。まずい。はい。待って、なかなかアグレッシブだな。倒したら速攻で、あ、であれなんだ、疲れちゃうんだこれ。棒を振るとですね、疲れるんですね。お、びっくりしたびっくりした。ここは大丈夫だ。キャビン物資なし、何にもない。スキルがレベルアップしました。上キーを押してジャーナルを確認しろ。どれ、スキル、これかな。名声が1個アップ。で、これまあ気をつけておきたいのは、こういうジャーナルをね、開いてる間も時間が経過すると。ここは大丈夫だ。LB を押すと素早く探せるけど大きな音が鳴ってしまうと。バックパック、これ使うんかな。探査施設の進行度、あんまりゾンビを呼び寄せたくないな。お、すごいな。え、てかもう銃手に入っていいの。銃はですね、 LT でこう狙って RT でぶっ放すと。まあ FPS とかね、 TPS お決まりのあれですね。で、 X ボタンでこう近接攻撃。インタラクト可能な、こうなんだろう、オブジェクトは若干白く光るわけですね。スナックとペインキラー。誰かいる。どこにいる。そっか。はい、ここは大丈夫だ。ここには物資なし。なんだろう、そこになんかあんのかな。ここになんかあるっぽいんだけど、
これか。I'm lucky they didn't. Well, today went downhill fast. No shit. バックパックこれいらないんじゃない？ Hold up here with the last of the tequila until this all blows over. Somehow I doubt it. Yeah. これ何？突然の騒音がゾンビの注意を引きます。使い方は投げて走るか隠れるか。ちょっと撃ってみようか。いいですね。この発砲音がいいな。てかリロードってどうやんの？え？ Y ボタンか。リロード若干遅いですね。あそこのキャビンにも何かあるのかな。ペインキラー使っていこうか。 LB でアイテム使えるんですね。あ、 RB ね、すいません、 RB ですね。でこうなんかじわじわ系のあれなんだね。いた。うん、待って、見えない。うん、死んだか。なんかこの素早く探すことをなんか強要されますね。なんで？これいらないんじゃない？枝？耐久性が高く気が疲れにくい武器。なるほど。ここでの探索は全部したな。それとも銃声について、調査するかな。銃声いきましょう。こっちですね。結構遠いね。何メーターだ？ 261 メーター。いやー、今年のね、本当になんだろう、前半期というか1月2月3月あたりはなんかゾンビ祭りになりそうですね。そこになんかね、丸が書いたんだよな。トイレですかね。ブシャッと。いいね。裏にもいるのか、あれ。お、よし。裏にもいるでしょ。登ってきた。押してなんかもうボコボコにするっていう。あっ、結構いるぞ。よし、公衆トイレ、物資ハテナってなってるんですよね。ただ開けらんないんだよな。ん、中に人いるの。そして暗いんだよな。開けらんないですね。ちょっとここは諦めよう。よくわからん。なんかここら辺になんかあるらしいんですけど、何にもないよ。やっぱこのね、武器のね、発砲音がね、いい感じに重いっていうの結構大事なんですよね。これ調べられるのか。これか。斧。これいらないや。待って。これ装備。何の音？どこに何がいるの？隠し部屋的なもんがあんのかな。よくわかんないや。まあいいや、トイレはいいです。はい。でちゃんとこう無意欠損描写があるっていうね、これが大事ですよね。本当にもう声を大にして言いたいんですけど、日本のねゲームはね、無意欠損描写がねないんですよ。教育によろしくないということで、
あれおかしいですよね。だってバイオハザード6とかも元あれ日本製のゲームじゃないですか。なのに海外版だと規制がなくて日本版だと規制があるっていう、あれちょっと残念すぎますよね。海外のバイオ6だとなんかゾンビの体にこう銃撃った時に体にねなんか穴が開くんですよ。でその穴からこう光が差し込んでなんか反対側が見えるみたいな作りになってるんですけど、日本版だとそれなかった気がするんですよね。待って、あそこで誰か、あ、食らった今。医者の人を助ける。大丈夫か。多いな。なんかヘッドショットするとスキルダウンロックされたりしないの？はいはいはい。リロードしとこう。リロード遅いな。マヤを救出した。なんてこと、大丈夫かよ。サイコ野郎たちに襲撃されて親友2人の死を目撃した。We got some survivors back at the ranger station. レンジャーステーションに何が起こったか知ってる人たちが、まあ、いるが、説明を聞く時間がなかった。そうなんだよね。あなたが全員を、それとも私？なかなかこう、ワイルドというか、屈強な女の人だね。で、セレクトを押すとミッションの目的が参照できる。グリーンのアイコンはミッションを示す。これね。で、ここに行くと。さあ、で戻っていきましょうか。ペインキラー使っておこう。ペインキラーっていうなんか名前、まあ、ゲームでもありますけど、なかなかおしゃれですよね。痛みを殺すっていう。ペインキル。I don't know, man. Whole situation is pretty messed up. You think? What's next? Razor wire, guard towers? That's not a bad idea, actually. We need to make things safer around here.ヒント、マヤとマーカスの操作を切り替えることができる。操作を切り替えるため、新しいミッションの前にマヤに話し、これか、くたくたら少し変わってくれないか。で、マヤはこれか、なんかライフルを持ってんのかな？ちょっと待ってね。あ、ライフルがあるんですね。これちょっと操作が独特なんで慣れておかないといかんな。で、リロードできない。なぜかわかんないけど。Sounds like I've got company. あんまりこれ撃たない方がいいのかな。リロードがね、すんごい遅いんですよ。物資なし。で、安全が確保できた場所は赤丸で囲まれるのか、セーフゾーンになると。これね、プレイヤーキャラクターを変更する理由については、まあ、おそらくこう合流したメンバーがね、強武器とかを持っていた場合に、その人の強武器をこう、なんだろう。使える、その人のキャラクターになりきって、まあ、強武器を使えたりとかするっていうのが大きいんじゃないかな。さて、で大体ここら辺は探索したよね。トイレ行ったし、こっちなんだろうな。そこ何があるんだろうな。キャビン、物資、ハテナ、なしなしなし、物資なし。行くとしたらここか。ちょっとこっち行ってから行ってみようか。そこトイレでしょ。どう行こう。こっちから行くか。
これ武器の耐久度ってどこで見るんですかね。まあおそらくあるとしたら、あのなんだろう、レンチのマークか、あれが耐久度なのかな。でちょっと待ってね、銃にもあんのかなこれ。銃にもなんかレンチのマークあるんですけど、あれ何なんだろう。で、スピーカーのマークにチェック入ってるんですけど、あれサプレッサーを要は装備できるってことですかね。まあそこら辺はこうおいおいやっていくと分かるのかな。なんかいるもん絶対。よし、あっ、よし、こっから入ることはできない、開けなきゃいけないのか。いると思った絶対、連打しといてよかった。でここは大丈夫と。で、スナックとペインキラー、これはここには何もないのか。で探索が終わると、あの物資なしっていう風に左上にで、表示してくれるんですね。これはありがたいな、すごく便利ですね。このゲームね、自分のチャンネル登録者さんでやったことある人ってそんなに多くないと思うんですよ。まずこう普通の方法だと日本から買えないっていうのと、あとリリース当初はね、日本語か字幕モッドがなかったんで。さあ戻ってきましたよ。どうなってんだ。生存者たちは隠れてると思ったんだけど、みんな死んでるね。誰か生きてるかもしれない。いやみんな死んでるでしょう。死んじまってる。彼が財布何か持ってないか見てみよう。彼のまあ身元を調べると、あらまあ、わあ、エド死んだ。エド死んだでしょこれ。え、助けるな。胸のあたり思いっきりかじられてなかった。神に誓ってそいつは死んでたんだ。移動するのに必要なものをかき集めましょう。で、ミッションがエスケープ。ここか、ここまで行くのか。車止まってなかったっけ近くに。勝手にしまった。ついね、このなんかリロードの癖で X を押しちゃうんですよね。車どっかなかったっけ。あれ、私たちの最高野郎が襲撃した時、厄介事など全くない帰り道の途中だった。これつまりは、まあ、ここで主人公たちはその死者が生き返るっていうことを初めて認識するわけですね。今までただのゾンビ野郎だと、じゃないや、ゾンビ野郎じゃない、サイコ野郎だと思ってたんですけど、実はゾンビだったと。これ車乗れんじゃないの。乗れないのか。車両庫、あ、車に乗っけられるんですね。これだけか。ここは何？Dad? Dad, are you there?
トラックの鍵と無線を取得。Hello? Can you hear me? Listen, we're stuck up here on Mount Tanner. My friend needs medical attention. Can you help us? Can you make it down to Spencer's Mill? Some of us are. スペンサーズマイルに、降りてこられる。スペンサーズミルか。We're on our way. We'll, 火炎瓶。で、マウントタナーを去ると。あ、ペインキラーとこれ3つまでしか持てないんだ。じゃあいらないや。あとは、ここは何にもないと。で、トラックの鍵をなんか入手ってさっき出てなかったっけ？みんな死んだ。マヤを救出。信じて。パワーハウス。ファイティングが向上。この女人強いな。ファイティング、シューティング。23だもんね。鍵をさっき入手って書いてあったんだけど、どのタイミングで入手したんだ？乗れ。RT でアクセル、LT でブレーキとバックができます。了解。さあ、早速、第1回にして、ごめんなさい。なんかにつまずいた、今。なんだ、今の。切り株か。ですね、ここに行きたいな。まあ、自分はね、実生活ではゴールド免許ですから、とはいっても、あんまり、東京に住んでるとね、あんまり車運転する機会ってな、これまずいんじゃないの、これ。ちょい待ちだよ。え？どっちに行くのこれ。こっち行くしかなくない？おいー、わしの車が、マイカーが。だって今の無理だったでしょう。あ、車落ちてるんだ。やっぱり他の車も落ちてるんだ。スナック。そう、なんてこった。これ、この車ぐっそ、ふざけんなよ。え、今どこ？今私はここにいるのか。やつは来たぞ。どこ？そんな来てないじゃん。どこから行くんだ、どこから行くんだろう。とりあえずこっちか。どっちにしろこれ車はもう捨てなきゃいけないっていうことですよね。このお姉さんがね、今のところ一番頼りになりますね。っていうかね、なんかね、こういう危機的状況においてはね、男性よりなんか女性の方が結構実際頼りになったりとかね、するんですよね。街に向かう。やった、車があった。All we know is a bunch of crazy people tried to eat us. 頭のおかしな集団が俺たちを食い殺そうと。始まったのは12、3日前、2週間前か。Random maulings, violent incidents at hospitals, black helicopters in the sky, just strange stuff. Hold up. Let's take care of this first. 待って、またなんか来たの。Random maulings, violent incidents at hospitals, black helicopters in the sky.Strange stuff. I guess they were trying to keep it quiet, but that didn't last too long. People figured it out pretty quick. People who die, they don't stay dead. They come back as one of those things. I told you that guy was dead. Seems like the only way to stop them for good is to shoot them in the head.
anything else, they just keep coming. So you're saying those things are... つまりあれはゾンビだと? Zombies? I don't know. Maybe it's some kind of messed up supervirus. Maybe it's radiation from outer space, or black magic, or the wrath of almighty frickin' God. Hold up. Let's take care of this first. You were saying? Your guess is as good as mine. So wait a minute. What's the government's response to all this? Haven't they sent in the National Guard or something? The government? You don't get it. It's been total chaos. At first, they told us just to stay home, lock our doors, and wait for the all clear. Then the power died. No one ever sounded the all clear. なるほど。でね、この女の人のね、喋る言葉が男性口調なのは、おそらくプレイヤーがこのおじさんを操作していることを想定して、まあ、日本語字幕が書かれたせいですね。まあ、なので、そこら辺はこう脳内変換してお楽しみください。で、次のミッションですね。街へ行く。おお、すごいね。早速もうこの距離を移動して街へ行くのか。っていうみたいですね。で、今回はまあ、時間の切りがちょうどいいので、一旦ここで終わりにして、次回ね、この車に乗って、この街へ、赴いていくところからスタートしたいと思います。はい。まあ、ちょっと触った感じね、かなりいい感じのね、ゲームなので、自分も楽しみですね。で、教官行くと。はい。なんでね、よかったらね、コメント、高評価とチャンネル登録していってくださると嬉しいです。今回もね、再生リストを一つ作って、そこに全部動画をアップする形で、アップしていきますので、どうぞね、最後までお楽しみください。で、あと、1月27日から30日ぐらいの間にかけて、ダイイングライト、ゾンビパルクール FPS のね、ダイイングライト発売されて、まあ、そっちもね、プレイしていこうと思ってますので、よろしくお願いいたします。というわけで、今回はこの辺で、またね、次の動画でお会いいたしましょう。ではでは。